こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第142回。2018年6月20日頃配信予定号です。中根です。142度目まして、ウェブアクセシビリティ界のドンファン、植木です。ドン <laughs> ファンか。 オキラス号が欲しいです。誰か買ってください。山本ゆずみです。はい、よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。ドンファンだっけあのね、ちょっともうドンファンもういい。もういいもうね、テレビもね、つければドンファン、ドンファン。うん、あ、そうなんまでやってんだろう。あ、そうなんだ。ワイドショーはともかくね、NHK のニュースまでやってるから、ね。あ、そうなんだ。もう、いにしてほしいなって感じ。なるほど。いや、僕、もうあの、本当にテレビって滅多に、 触れる機会がなくてラ、ほぼラジオばっかりなんですよ。その、えっ、ー、と、マスに向けた媒体って。うん、そうすると、あのー、まあ、こういう話がありますよ、みたいなヘッドライン的な紹介はされるので、一応それ知ってるんですけど、そこまで、そこまで取り上げられてるものだっていうのは今初めて知りました。いやー、ほんとすごいですよ。<ー>もう,どうかなしかやってないもん、今。<laughs> テレビは。テレビは。すげえな。すごい。あとは、月100万、 で、嫁に行くか行かないかっていうので、割と友達たちの中で話題になってます。へえ、全然知らねえや。<laughs> そうなんですよ。ということで、皆さんの同ファン話をお待ちしてます <laughs> まー、あ、すなんだそれ <laughs> まあ、ということで、6月でちょうど今梅雨が入っていますけれども、お えー、もう今日日付ではなく、単に雨が大変だなということで、<お>前も多分去年もやったと思うんですけど、雨対策というか、雨,雨のお出かけの時の仕様とか気になっていることとかやりたいこととか欲しいものとか、そんなものの話とかが聞けたらいいなと思ったんですけど、中根さんいかがですか雨のお出かけ。えー、なるべくしない。 そうですよね。<laughs> <laughs> <laughs> 私もです。<laughs> なんですけど、まあでもね、ちょっとあの、今月から、えっ、ー、と、前回のポッドキャストでもちょっと話しましたけど、今月からなんか、久しぶりに、結構ちゃんと定期的に出社しなきゃいけないっていう、あの、<laughs> え、立場になりましてですね、あの、あんまり雨だから行かないとか、そういう、あの、カメハメハ大王みたいなこと言ってられなくなってきてですね、 えー、ちょっとなんとかしなきゃいけないなと思って、特に足元ですね、やっぱりね。あの、普段スニーカーしか履かないんで、うん、どうしてもやっぱりそれがあ不快な状況になりがちで、なんかちょっと防水の、防水なんだけどいい感じの靴みたいなのを探さなきゃなって思ってます。なるほど。確かに私も今靴、飴用の靴がなくてちょっと探してるとこなんですよね。はい。 植木さんは何か雨のお出かけの時って何かしてますかまあ、あの、私が何かをやろうとすると、ま、<laughs> まあいつも雨が降るわけでございまして、は,はい、えー。雨だけならまだしも、えー、大雨、あられ、雪、台風。台風で <laughs> えー、数年前には沖縄でのセミナーを台風で中止にした実績もございまして、えー、自分がどうこうよりも皆様に対して今日も大変申し訳ございませんという気持ちを持って外に出るといった感じでございます。ありがとうございます、えー。植木さんをセミナーで呼ぶ際はお天気も気にして ください、主催者の方、皆様。台風シーズンを避けていただくのがベストです。です。です。今年は植木さん、台風の影響を受けそうなセミナーの予定はまだなさそうですね。えーっとですね。7月に大阪。それはもうさすがに大丈夫でしょう。いやー、わかりませんよ。まあ、ゲリラ豪雨みたいな話あるかもしれないけど。わかりませんよ。7月。 二年前か三年前、高松でやって思いっきり直撃しましたので。ああ、ありましたね、そういうことね。当日に。当日の早朝に直撃されましたんで、七月は油断できません、はい。油断できません、はい。あとは今のところは大丈夫かな多分 <laughs> <laughs> 多分。<laughs> 多分天気ばっかりはね、でもどうしようもないですもんね、本当にね。一時期はね、 一時期はむちゃくちゃ晴れが続いた時も3、4年前にあったんですけどね。あ,あそうですか。またぶり,ぶり返してというか、ここ1、2年はほぼほぼ雨ですね。<laughs> <laughs> <laughs> そうですか。はい。公開形式のセミナーじゃなくても、社員研修とかそういうのでも雨ですね。あ、マジですか。人が集まる、うん。イベント系と言いますか。 そういった日は、ほぼほぼ雨ですね。なるほど。で、でこの間の、あの、ミートアップの時は結構、運が良かったんですね。そうですね。はい。うん、はい。<laughs> あ、でも、なんか、あの、植木さん、自分の主催とかの時って、そんな雨降らないですよね。いや。<laughs> あ、そんなこともないです。最近、なんかそう、植木さん、その、インファクシアのイベントとかに行く時って、大概。ああ甘そうね。 うはい。最近は。そうね。ただ、この間、大見えでやったときは、晴れてはいたけど、目の前の通りで、なんだろう、あれはなんだ、お祭りじゃないけど、なんとかフェスティバルみたいな感じになってて、<laughs> バンドがガンガンに <laughs>、ギターとかガンガン弾きながら、ボーカルが超叫んでるみたいなの BGM に、 アクセスビーチの学校をやりましたけど。はい、<laughs> それはそれで。はい。楽しかったです。<laughs> ありがとうございます。<laughs> <laughs> まあ私はですね、あの対策というか、あの、傘を、長い傘を持ち、手で持っているということが得意ではなく、なので普段ずっと折りたたみの傘を持っているんですけれども、で、今年から新しく した折りたたみの傘が、あの、ジャンプ傘、ワンタッチの。あ、ジャンプ傘って関西でしか、でよく使われる言葉って知ってましたのこの前ね、ネットで話題だったんですけど。あ、そうなの。確かに、あの、東京の方はあんまり言わないかもしれないですね、ジャンプ傘ってね。そう。とはいえ、で、それで、あの、やったんですあの、買ったんですけど、重い。え、折りたたみのジャンプ傘そう。 ワンタッチのやつ。やっぱ重いので。折りたたみでそうなんですよ。どういうことボタン1個でパシャンって開くんです。折りたたみで折りたたみの状態。そうなんです。嘘本当に。あるんですよ。動画、動画。動画。じゃあ、そう。なので、最近でもね、ちょいちょい見かけるんですけど。人シャキン、シャキン、シャキン、シュバーって感じなの。あ、じゃなくても、シュばんえあ、そうシュバーン一気にいっちゃうの。 一気にドバンと行くんですよ。で、すごい便利だなと思いつつ、あの、ちょっと重いので、普段のね、こう、いつもカバンの中に折りたたみ傘は入れっぱなしにしているんですけど、ちょっとこれは問題だなと思いつつ、軽量化をちょっと望んでいたりとかしています。ああ、傘は僕はあれですね、あの、普段折りたたみ持ってるんですけど、えっと、 ほぼ確実に。えー、っと、はい、折りたたみで済む程度の雨なんかだったら傘差したくないぐらい傘が嫌いなんですよ。<laughs> なので、はい、あのー、もう本当に傘さなきゃいけない時は長い傘を持って、で、それも、あの、その傘を買うときに売り場である一番直径のでかい傘を買うようにいつも心がけてますね。お<ー>ということで皆さんの雨グッズのお話お待ちしてます。ます。 はい、えー、では、えー、本題に入っていきたいと思いますけども、今回は、6月2回目の配信です、えー。毎月2回目の配信では、ゲストの方をお迎えしてお送りしています。えー、今回もゲストの方をお迎えしておりますので、まず簡単に自己紹介をお願いします。はい、どうも、えー、ちょっとドンファンについては全く知らないですけど、北村と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。 ノーン全然わかんないんで、振られたらどうしようかなって思ったんですけど、ね、もうちょっとググってみましたよ、自分で。ちなみに、北村さんは雨の時って、どんな装備なんですか、はい、いや、出かけないですね。あ正しい正しい。<laughs> しい <laughs> そうですね、しかも今、子供があがいるので、子供がいると雨、本当大変じゃないですか。あ逆に子供、雨喜んだりしませんか <laughs> そうなんですだから困るんですよ。<laughs> <laughs> なるほど。じっとしてくれないっていう <laughs> なるほど、極力出かけたくないですね、はい、そうですね。<laughs> はい、えっ、ー、と、北村さんはですね、あのー、ずいぶん前、もうアクセルが始まった直後ぐらいのにあに、あの一度イベントを、ご一緒させていただいたっていうよりも、なんか、あのー、 勝手に、あの、お邪魔させていただいて、なんか散々喋らせていただいたみたいな、そういうことがあって以来なんですけれども。ですので、もう、あの、お話しするのは僕、多分もう、し、よ、ん ?5 年ぶりぐらいとか、そんな感じになっちゃってると思うんですけれども。えー、いや、多分なんかイベントでお会いはしてると思いますねあ、本当ですかなんか一。一度ぐらいは、はい。いや、でもそうかもしれないですね。確かに。はい。まあ、なんか、あの、最近そういう、あの、最近のことがなかなか思い出せない。 年頃に、お年頃になってきまして、<laughs> ええー、なんですけれども。<laughs> はい。ということで、まあ、あのー、えっ、ー、と、初めてではないんですけれども、まあ、あの、お聞きの方だとね、あの、ご存知の方も、それなりにいらっしゃると思いますが、あの、ご存知じ,じゃない方もいらっしゃると思いますので、まずあの、えー、どう、どういうことをされてる方なのかとか、その辺をちょっと簡単に教えていただけますか あそうですね。まあ、基本的にはもうデザイナーです。わかりやすい。あの、印刷系のグラフィックデザインとかをやっていた後に、はい、まあ、独立して、で、今はウェブが中心になってますけど、基本はデザインとそれに付随する、まあ、コーディングとかも一応やりますけど、デザインやって、えー、まあ、ディレクションコーディングとかもできますよっていう形で制作を請け負ってますね。あ,<ー>あとは、はいはい、デザインとか業、受け負い業務以外は、セミナーとか、 まあ、よくある会社の研修とか。うん。とか、あと、執筆ですね、書籍の。その辺を今、仕事としてやってますね。うん、はい。なるほど。で、まあ、そうすると、デザインを中心にした、まあ、フロントエンドよりのことを全般的にやられてるようなイメージなんですかね。そうですね。あの、本職ではないですけど、えフロント周りもわかるっていう形でやってますね。なるほど。で、まあ、その、それこそ、えー、さっきちょっと、 申し上げた5年前かなぐらいの時の。にお世話になった時とかも、はいはい、あの、一緒にやりませんかって確か北村さんから声をかけていただいた、だったと思うんですけれども。ねはい、赤羽勉強会。そうそうそう。そう,そう,そう懐かしいですねあ。あの、や、やたらと飲食店がある、あの、中を抜けて、会場に到達する <laughs> したとてよく覚えてますけれども。<laughs> あの、あのまあ、そういう意味で言うと、その頃からもう、 あるいはそれ以前からそういった、なんていうんですかね、アクセシビリティだとかそういった部分にも興味を持たれてたりするんですかいや、逆に、あの、うん、アクセシビリティという単語を知らなかったんですよね、だから。はい、で、全然、あの、内容としてはなんとなく感じてたり、自分でも考えてる部分はあったんですけど、そういうものがあるっていうのをまず知ってなかったんで、うん、で、他のウェブ制作者の方が、そういうことやってる人たちがいるよっていうので、紹介してもらった形ですよね、あの時あそうなんですね。うそうですね。 赤羽勉強会の時は。あれ何年前でしたっけ<年>そうですね。五年。まあ、でも5年ぐらい経つんじゃないですかね。下手したら6年経つかも。そうですよね。で,で、あの時は、えっ、ー、と、幻っていうマークアップとかフロントエンドの会社の小林くん。はいはいはい。小林ちゃん。からのん。小林くあ小林くん。小林くん。小林くん。小林<下> っていう記憶があります。そうですね。小林さん経由でしたね。確かね。うん。あれ、公開録音でしたっけそうです。だから、あ,<っ>あの、ポッドキャストで配信しました。えー、っと、<ー>あの内容。<ー>なので、えーっと、ちょっと、まだね、その頃僕はあの編集とか録音技術がに全然長けてなかったので、今より多分ね、<laughs> 音質的には聞きづらいと思うんですけど、まだあの残ってますので、後でリンク貼っときますので、あの興味があったらぜひ。 聞いていただきたいなと思うんですけど、まあまあ、あの、なん,ていうんですかね、随分前の話なんですけど、基本的な話を中心にやってるので、そんなに陳腐化してないとは思うんですよね、内容としてはね。うん、ね。なので、まあ、それが5、6年前っていうことですから、まあ、じゃあ、その時に、まあ、そういったアクセシビリティっていうものがあるんだということで興味を持っていただいて、はい。で、実際その後とか、どうですかね、まあ、やはりある程度、えー、意識して、 デザインとかをされるようになったりとかっていうことはありましたかそうですね。もともとがその僕、グラフィックデザインって言っても、まあ、あいろいろあるんですけど、あの、物、紙とかパッケージとか、はいはい。グッズとか、うん。ちょっと物側のも作ってたんですね。はい。なので、もともと、例えば、あの、ショッパーって買い物袋とか、はい。ああいうのを、まあ、持って歩くとき、みんなどうやって持ってるかなとか、じゃあ片手で開けられるかなとか、うん その状況を考える癖みたいなのは結構デザイナーとしてですけど、あの、グラフィック系の人考えてはいたんですよ。<ー>それに対して、アクセシビリティみたいな単語を、まず共通言語みたいなのを知らなかったので、で、そこからいろいろ調べたりとかして、まあ、あれですよね、結構マークアップ側うん。そっちの知識は全然なかったですから、そこはいろいろ勉強になって、そこから考えるようにはしてますね。 なるほど。じゃなんかその、今まで、えっ、ー、と、そういった、ま、ものをデザインされてきた中で、えー、ご自分なりに考えられていた、はいろいろと、ああ、かもしれない、こうかもしれないって考えてたことを、一括りにする言葉として、アクセシビリティっていうものが、えー、はまったような感じなんですかね。そう,ねそうですね。だから、あの、アクセシビリティだけじゃないですけど、結構、アクセシビリティって UI デザイン。はい。そっちの方、 近いかなと思ってるので、うん、まあそういう単語があって、みんなとあの会話をするときに、アクセシビティって単語を知ることで、あの話しやすくなったので、そこから他のデザイナーの方とかとも、はい、話して広がるようにはなりましたけどね。か一つの概,概念として 一まとめにしてくれるような言葉を知ってるとそ、そそれがとっかかりになってコミュニケーションが取れたりとか、あと、ま、調べられたりとかっていうようなことはあるかもしれないですね。すねはい。そう。やっぱ言葉としての認知度みたいなのは大事だなってい思いましたね。あ確かにそうですね。えっと、じゃあその、アクセシビリティとかを気にしだしてから、言葉を知って気にしだしてから、北村さんはお仕事に何か変化とかありました 仕事自体にはそんな大きな変化はないですけど、やっぱり、僕、セミナーとか喋ることも多いので、で、喋ってる時に、アクセシビリティとは言わないですけど、例えば、視覚の障害とか、まあ、色盲の方とかの話を混ぜながら、心理学の話とかもすることはあるんですよ。で、やってると反、応が大きくて、これもうちょっと掘り下げた方がいいなと思って、先週、あ、先週じゃないですね、えー、6月の頭ですか。 に、ちょっと、あの、イベントを少し自分で考えてやらせてもらいましたね。その、アクセシビリティではなくて、今度、ユニバーサルデザインとか、インクルーシブデザインっていうテーマでちょっとやってみようかなっていうのを行いました。はい。まあ、そのイベントに関しては、えっと、うちのサイトでもね、一応イベントあるよっていう話は、紹介だけさせていただいて、えっと、ありが僕は行きたいなと思って、行けて、行けないなと思ってたら、イズイズが行ったっていう。 ええと、のようなんですけれども。はい、まあ、まずじゃあ、その、まあ、そういったアクセシビリティだったり、あというか、ユニバーサルデザインだったり、インクルーシブデザインだったりをえ考えるということだと思うんですけど、はい、どんな内容だったのか、簡単に教えていただけますかはい。えっ、ー、と、まあ、今回のイベントは、そもそもその、インクルーシブデザインとかユニバーサルデザインを、あんまり知らない方も多いっていうのをちょっと気づかされてですね、うん、でまずどういうものがあるのか。 で、どういう障害とか、どういう困っている方がいるのかとかを、実際の話を聞いて、で、じゃあその解決策をいきなりそこでは多分提示できないので、うん、まず知ることから始めて、自分がなんか作るときの、ちょっと発想とか考えるときのきっかけを作ってもらおうかな、っていうのをテーマに。はいはい、で、僕の知人の方からなんですけど、まあ、あの、ずっと車椅子の生活されている方と、あと、 難聴ですね。はい、で、もう中学生ぐらいから耳が完全に聞こえなくなっちゃった方。あとは、えー、子育てとかを何人か経験されている方で、まあ、いろん、自分たちのそれぞれの立場から、えー、こんなことがあったよとか、こういうサービスが良かったよとか、いろいろ話を聞こうっていうことを、えー、やらせていただきました。あの、先ほど、その知らない人が多いなっていうことを知ったでど、どんな場面でそういうのを 知ったりとかえっと結構僕はアクセシビリティのイベントも何回か参加させて頂い,いてるんですけど多分グラフィックとかゴリゴリのデザイナーって意外と参加者少ないんですよねあれ見てると、うん、どちらかというとフロントエンド寄りの方が多くて、はい、多分なんですけどあのフロントエンドの方ってそういう何とか属性をこうしてっていう技術として楽しんで新しいものを学んでいこうっていう 感覚で聞きに来てるのかなっていうちょっと感じたので、うん、デザイナー側があんまり自分たちのことだよっていうのを意識してない雰囲気があるんですよね、今。うん。ちょっともうちょっとこれを、まず認知度、さっきあの言葉としての認知度大事だっていう話あったと思うんですけど、認知度とかを上げていくために、まあ何回かこういうのをやんなきゃダメかなっていうふうに考えてますね。うん。その、UX デザイナーって言ってるのに、インクルーシブデザインなんですかみたいなと。 いるってのにびっくりしました、ね。<laughs> めちゃくちゃ多い。それも私も、あの、よくよく場面、そういう場面に遭遇します。あ、そうなんだ。うん。そういうもんなのか。そう、はい。そう。自分たちだと知ってて当たり前みたいな感覚になっちゃってるところもあったんですけど、知らない人意外にいるんだなってのを、僕、今回のイベントも宣伝をするために他のセミナー登壇した時に、こういうイベントやりますっていうので、 言わせていただいたんですけど、その時も UI デザイナーさんで、まあ、アクセシビリティは聞いたことあるけどぐらいの方も多いですね。うん。へえ。ー。そう。へぇーそ。あの、本当に、それはた、本当のそうですね。びっくりします。あのー、多分、ちょっと今この数分ぐらい話しながら、なんとなく考えてたんですけれども、その、なん,ていうんですかね、最初、なんとなく言葉を聞いたことがある人って、それを聞いたことが、 あ、聞いた瞬間になんとなく興味をそそられて、もう来るから、ある意味、なんていうんですかね、その知ってる人っていうか、あの、もともと興味を持ってる人なんですよね。で、言葉が耳に入るんだけど、興味がない人って言葉が耳に入ったことに気づかないっていうか、そういう、なんて、認知しないじゃないですか、多分。で、なんだけど、その、いろんな人がいて、いろんなニーズがあってっていうことを先に知った上で、 で、それを一括りに概念として、えー、表現できる言葉があるんだよっていうことを言われた時に初めてその言葉を認知するみたいな、そういうプロセスで、こう、遭遇していくというか、関わってくる人たちっていうのは、実は僕たちが思ってるよりももっと多いのかもなっていうの、今ちょっと思いましたね。もう、まあ今だったら UX デザインとかあるので、うん、もっと知,知ってほしいというか、もっと広まっててもいいかなとは思うんですけどね。そうですね。そうなん ですよね。あとは、あの、その、マイクロソフトだったり、グーグルとかがインクルーシブでなんたらとか、アクセシビリティのなんたらっていうのを、すごい今ニュースになっていたりとか、取り上げられたりとか、実際にやってるのを、出てきているにもかかわらずっていうのもすごく不思議、あの、まだまだなんだなっていうのは、思ったりとかします。そうですね。あと、 あれですね、ユニバーサルデザインとか言うと、もうプロダクトの話でしょうみたいな。うん。うーん。<laughs> あの、グラフィックとかじゃないっていう感覚がちょっとあるみたいですね。自分たちと方向性が違うと思っちゃってる節もありますね。ね確かに。自分には関係ないみたいな。<ー>そうですね、まあ。関係ないまでは言わないかもしれないですけどね。うん、<laughs> その傾向って、その、ウェブデザインに限らず、 紙とか、そういうグラフィックデザイン系でも同じ傾向なんですかねそのユニバーサルデザインっていうことを知らないデザイナーさんが多いというのは。多分、単語としてグラフィックデザインやってるときにあんまり聞いたことないんですよ。<ー>た、ただ、看板とか、ああいうちょっとした、はい、なんだ店内の内装とかを、はい、グラフィックデザイナーが関わることって結構あるんですよ。うーんうん 別にインテリアとかできなくても壁紙をデザインしたりとか、そういうことやることもあるので、<ー>なので、そっちの方にいる方は単語通してで多分認知はしてると思うんですけど、本当に紙とか、単純にパッケージとか、ああいうのやってると耳にする機会あんまりないかなって思いま、ね、ああ、そうなんですね。なるほど。まあ、とはいえ、その、えっ、ー、と、言葉は知らないながらも、こうした方がより使いやすいかもとか、あるいは訴求しやすいかもみたいなことを考えて、 いて、結果としてそれがユニバーサルデザイン的な考え方だったみたいなことが起こったりするってことはあるわけですよね、きっと。そうですね。それはすごくあると思いますね。うん、僕も最初よくわかってなかったので。で自分でや,やってたことって、まあそういうことなんだなっていう、やっぱさっきの単語の確認じゃないですけど。ですね。なんか本当に少ない。多分今のところはデザイナーの参加者とかがそういうセミナーって少ないはずなので、うん、もうちょっと、 あのー、取り込んでいけないかなっていうふうに考えてますけどね。確かにその、まあ、アクセルでイベントやったりして、えー、どちらかというと、まあ、フロントエンドというか、そのデザイン、デザインとかに近いような話になる時でも、結局デザイナーって言って来られる方でも、デザインを中心に、えー、フロントエンド全般みたいな、それこそ北村さんみたいな立場の方が、やっぱり、えー、と一番多くて、本当に。 グラフィックデザインしかやってませんみたいな人は来たことがないような気もしますね。そう言われてみればね。そうですね。デザイナーも、まあ僕なんかみたいにグラフィック系のデザインから来た人と、あともう最近は2三30代の方だと元々ウェブから入ってる方あそうですね。で、あの、フロントエンド寄りとグラフィック寄りとで結構分かれると思うんですけど、うん、グラフィック寄りの方はあんまり来ないかな。感じてますね。うん。うんそうですね。そのグラフィック寄りの人が集まるセミナーとかってのはあるんですか ええと、でも、グラフィック、あの、印刷向けのセミナーってのもあるにはあるんですよね。はい。比較的なんとか協会とかが主導で、あの、お金取るようなもの多いです。<ー>はいはいはい。ありますね。どうしてもそっち。あとは、まあ、例えばアドビさんとか大きなイベントであれば、あ<ー>えっと、ウェブと印刷半々ぐらいになったりとかもしますね。あーあ、なるほどなるほど。まあ、そんな、 具合に、ちょっとその、えー、グラフィックよりのデザイナーさんとかにも、まあ、こういった考え方とかをもっと、えー、広めていきたいっていうことだと思うんですけど、その、えっ、ー、と、先日開催されたイベントを、えー、実際、えー、どんな方が、えー、どれぐらいの方が、えー、参加されたんでしょうえー、この間は結局20人ぐらいだったんですけど、結構デザイナーさんが、 一応僕の目的通りデザイナー向けに発信はしたので、多かったですね。えー、不思議だったの、不思議だったのはですね、あの、当日いきなり参加する人が3人ぐらいいた。多分ウェブ系のセミナーに行き慣れてる人だったら絶対やらないじゃないですか。<laughs> 申し込んでから来るのは当たり前なんで。いきなり来たんですよ。何にも、えー、何の前触れもなく。あも申し込みもなく来たっていう、何もなく。へえー。えー それだから逆にウェブ系じゃない人なんだなってのはよくわかりましたけど。<laughs> だか確かにウェブ系で、あのー、当日飛び込みでっていうのはまず、ちょっと思いつかないですよね。なんか、当日でも申し込んでから来るようなケースが多いような気がしますもんね。 そうですよね。もう入り口でスマホで申し込めるのにかから、関わらず、いきなり来るっていう、うん、それが3人もいましたからね。<laughs> お<ー> <laughs> やっぱりちょすごいありがたかったんですけど。ウェブ系の人たちとは違う分野にちゃんとリーチできたってことなんでしょうね。そうですね。あと、あの、実際にその車椅子の方とか、ちょっと目の不自由な方とかも来ていただけたんですよ。他のセミナーとかで、この今回のがあるよっての聞いたっていうことで。はい。うん だ僕は最初はやっぱり思い込みですけど、まあ通常健常者のデザイナーの方とかが来てくれるかなと思ってたんですけど、逆に自分たちの話を誰かがしてくれるってことで興味を示して来る方もいらっしゃいましたね。あのー、最近感じることですけれども、それこそ僕がこういう分野でいろんなことを始めた頃って、あのー、当事者が会場に来るって本当に珍しかったんですよね。 で、まあ僕が行ったら僕が唯一みたいな <laughs> ことが、<ー>まあでも、どうですかね、10年ぐらい前、もうちょっと前は、15年ぐらい前までは当たり前だったんですけれども、そこからだんだん変わってきて、最近はなんかい、いるのが別にそんなにというか、全然不思議ではない感じになってきたので、ちょっとそこのなんか、当事者の側の意識が変わってきてる部分もあるのかなっていう気はしますね。 むしろあの、今度自分も喋りたいみたいなことをおっしゃってましたけどね。<laughs> もう前に出てくる気満々で。<ー>までも全然こちらとしては本当にありがたいので、ぜひ<ー>どこかで、いいでね、はい、と思ってますね。で、あと、今回、えっ、ー、と、結構アクセシビリティの話は僕もいろいろ聞いてたので、結構ウェブだと、あの、視覚障害とか視視 その車椅子の方とか中心になることが多いんじゃないですか。うん、はい。で、それ以外のあまり目につかないとこないかなっていうので、聴覚と、まあ普段は普通に生活してるけど、うん、一時的に例えばみんなだって子供ができたらこういう生活になるじゃんっていうきっかけのために、その視覚とか以外で聴覚と子育てっていうテーマをちょっと話してもらいましたね。その視点はすごく重要ですね。やっぱりあの、 どうしても、僕が関わるとどうしても資格の話になるか、資格の話をなるべく避けようと思って、なんか、ちょっと逆に不自然なことになったりするんですけど、<laughs> <laughs> あの、そういうなんか幅広く取り上げるっていうのはすごく重要だと思いますね。そうですね。結構、まあ、僕今子育て中なので、あの、子供の話はなんとなく想像ついてたんですけど、うん。聴覚、聴覚の障害については結構衝撃的な内容多かったですよね。あ,あ、そうですか。 うんそうですね。まあい、いずいさんもいらっしゃってましたもんね。はい。すごく面白かったです。あのー、なんで、でしょう。う一応、今回の松谷さんという女性だったんですけど、まあはい、人工内耳っていう聞こえるやつをつけていらっしゃるんだけども、やはり環境によってとか、やっぱ集中しないといけないとかって話であったりとか、っていうのも、 あとは聞き取りづらいとかっていう話とかもすごく興味深かったですし、あとは、あの、何でしょう。例えば、一番最後の方にあった話で、ああ、と思ったのが、駅で障害のある方はこちらっていう書かれた看板の下にインターホンがあって、<laughs> インターホンを見つめるしかないっていう話とか、時に、そこは、 確かにっていうふうに思ったりとかはありました。なるほど。その話は結構象徴的で、あの、障害のある方はこちらが読めるけれども、えー、その、そこにあるツールが使えないっていうそういう人もいれば、そもそも僕らみたいに障害がある人はこちらっていうサインに気づかなくて、そのツールにアクセスできない人もいるし、じゃあ誰のために何をやってんだっていう話なんですよね、ああいうのってね。 すごく象徴的だと思いますね、そういうのってね。そうですね、結構いろいろ話聞いて、まあ僕、ちょっと笑い話にしかならないなって思ったのは、喋れないのにサービスが電話じゃないと受けられないとていうのがありましたよね。あの、カードかなんかを止めたいってなった時に、えー、うん、落とし、なくしたから止める。じゃあどうするかっていうと、電話で受け付けてるので、電話してくださいってなるんですはい。で、それを、まあその旦那さんに代わりに電話してもらって、 で、そしたら電話の先の人が、あの、本人と電話して確認できないと止められないみたいに言ってたうん。なに <laughs> どうすんだ、これは。<ー>で、他に止めようがないんですよ。すね、銀行行くとかそういうことしないと。えー、あの、そうなんですよ。それ結構、えー、っと、前にちょっとこのポッドキャストでも紹介した電話リレーサービスっていう、えー、聴覚障害者向けのサービス、まあ、聴覚障害っていうよりは、発、ま、話、あ、障害とかも、 えー、含まれるんですけども、はい、向けのサービスなんかで、常に話題になる話で、やっぱり本人確認が必要なものが、えー、そういった、第三者が間に入った時にはできない、えー、受け付けてもらえないっていうケースはすごく多いみたいですね。そうですね。それで、あと聴覚っていうと、僕なんかどうしても最初はい、耳のイメージになっちゃいますけど、基本聞こえないということは喋れないっていうのが入ってきますからね。うん。そこに気づかないっていう人も出てくるというか、いますね、結構。 あと、あのー、ま、車椅子の方とかも、僕、結構何人か、もともとよく飲み行くような友達とかもいるんですけど、うん、駐車場ありますよね、あのー、はい、車椅子用の。はい。で、あれの、そもそもの目的はスペースを確保することだとか、うんあの。ドアを全開にしないと降りられない。だからそのために駐車場で、障害者用の方がありますよねっていうのを話してくれ。僕は一応知ってはいたんですけど、やっぱり、全然知らないっていう方の方が多くて。ああ、そうかもしれないですね。 うん、なんとなくその専用のがあるなっていうのは知ってるけど、理由までは全然知らないとか。う,ん、うん。なるほど。ですね。だそういうことをちょっとやっぱり知るきっかけにはなったんじゃないかなと自分でも思ってますね。うん、そして僕も結構気づきが多かったです。うん、あ,あそうですか。うん一番ちょっときついなっていう話もあの聴覚のであったんですけど、はい、震災があった時の,あの津波、 の話が衝撃的だったんですああ、はい、はい、ああ、避難の放送が全く聞こえなくて、結構な数被害、遭われたっていうのをちょっとその時聞いて、もうこれは何とかしなきゃいけないんじゃないかなとか、その話聞いただけで悲しくなる <laughs> ような内容だったんですけど、まあすごい重要な部分ですよね。そうですね。あの、多分僕前もポッドキャストで話したことがあるかもしれないんですけれども、確かその正式な数値を覚えてないですが、えっ、ー、と、 障害の有無で、えー、生存率が2倍違う、あ死亡率かなが2倍違ったっていう話が、えー、ありましたね。その震災の時に関しては。で、その聴覚障害の方の場合は、やっぱり、えっ、ー、と、防災無線が聞こえなくてっていう話がもちろんあるし、視覚障害の場合は聞こえたけれども、結局自分ではどうしようもなくて、自力では、えー、避難できなくて、みたいな話も多分あっただろうと言われていて。なので、まあ、 全てをテクノロジーで解決できるとは思わないんですけれども、あの、ちゃんとした情報技術の使い方ができていれば、救えた命もきっとあるだろうなっていうようなことを、その時はすごく思いましたね。そうですね。まあ、あと、その、えー、まあ、技術だけじゃなくて、結構今 UX デザインとかいう方って、どちらかというと、サービス設計みたいなお仕事されてる方が多いと思うんで、うん、本当にサービスとかを考えるときに取り入れてくれたら、全然変わっていくかなっていうのは思いますね。うん そうですね。で、まあ、そういった形でいろんな人のいろんなニーズというようなことが紹介された、えー、イベントですけど、い、いずいずもうちょっとなんか感想とか他にありますかはい、あのー、その、まあ、聴覚の方もそうですけど、最初に、あの、大分のソガワさんのセッションだったんですね。それが、あの、車椅子、電動車椅子でされてらっしゃる方だったんですけど、 あの、もともとは、あの、別のとこ出身だったんですけども、大分県か、大分市かが、割と、あの、自治体単位で、障害者に暮らしやすいような対策をしているということで、移住したって話がすごく印象的だったなと。別府市えっと、えっ、ー、と。いや、大分県かなあれ県なんですかね なんか、んね、あの、そうですね。なんか、あの、行政としていろいろサポートをするようにしてくれてるみたいですね。すごいサポートが厚いというところのえ、今回のそのセミナーでは、どういったことを,を、があるかっていうところを写真と一緒に説明をしてもらったりとか。例えば、あの、銀行のカウンターがちょっと低くなっていたりとか。ああはい とか、自販機とか、そう、券売機とかも、あの、取り、ちょっと若干低くなっていて、車椅子の方でも操作しやすくなっていたりであったり、あと、駐車場の障害者用のスペースを置いてあるところが多かったり、とか、そういったことの話だったんですけど、で、その、その時にまた駐車場スペースがなんで、あれだけ、 広いのかって話だったりとか、あ、あそっかってあの言われてみて初めて気づくとかっていうのがすごくあって面白かったです。うん。大分県がユニバーサルデザインに力を入れてるってことなんですかねあ、ユニバーサルデザイン、まあでも多分障害の方でも住みやすくっていうので多分ユニバーサルデザイン力入れてるんだと思うんですけどね。うん。もうちょっとその辺を ぜひ、あの、その方に今度出ていただいて <laughs> <そ>、詳しく聞きたいところですよね。<laughs> あの、福祉政策とかも、ある段階から、やっぱり地方文献の波でその、地方自治体ごとに決めるようになって、格差が結構あるんですよね。で、同じせ、国の同じ制度の運用をするにあたっても、 え例えば、これを買うときの補助金を出します、出しませんみたいな基準がえ自治体によって違ったりとか、なんか、あの、結構その、なんて言うんですかね、同じ障害がある人でも住んでる場所によって受けられるサービスが結構違ってしまっていて、それは本当にいい状況なのかってよく思うんですよね。この、つまり、本質的には国民は全て平等であるはずなのに、なんか、 住む場所によってそんな違っちゃっていいのっていうのをずっと思ってたりはするんですよね。だからそういうなんか、あの、えー、しっかりしたサポートがあるから移住っていうようなことも、まあ今、確かに言われてみればそういうことは、そういう選択肢はあるよなっていうふうに思いますもんね。それってなんか結構子育てをされてらっしゃる方も同じような感じで。あ,あ、そうかもね。あの、ここの地方は、えー、子育て支援が手厚いとか。うん。 っていう話とかよく聞きますよね。そうですね。確かにね。実際ありますね。僕今、杉並区ですけど、あの、生まれた瞬間にやっぱ調べなきゃいけないので、いろいろ調べた結果、まあ、杉並区の中でも、例えば公園寺周りは保育園が全然ないよとか、ああ <laughs> で、なんとか応援券みたいなあるけど、もうすぐなくなるよとか、やっぱ区によって全然違うんですよね。<laughs> <laughs> そうですね。そうですね。<laughs> まあ、それは、あのー、言うと、国民健康保険なのに、 国によって検診の、こう、精度がちょっと違ったりとかしますよね。そうなんですよね。なんか一律のようなふりをして実は全然違うんですよね。いろんなものがね。違いますよね。まあ、ただその立場になるまでやっぱ自分では調べなかったので、で、子供できてからな、僕も最寄り中野駅とか使うんですけど、中野駅にエレベーターがないことを初めて気づきましたね。ね 結構人の乗り降り多いんですよ。すよね、新宿のすぐ一駅だし。はいはい、なのに、確かに言われてみたら、エレベーター見たことないってなって、<laughs> 駅員さんに聞いたらないですって言われましたね。い。そんな駅あんのと思って。<laughs> あれなんとかできないかなって思うんですけどね。結構親子連れで、あの、ベビーカーをしてる方なんて頻繁に通りますし、んみんなベビーカー一回下ろして、あげるしかないんですよね。 大変だ。車椅子の人はそうすると、階段の手すりとかについてるてい、じゃあ,あ,あそうですね駅員,、はい、駅員さんに言ってそれ専用のであげてもらう。はいはいはい。なるほど。だからその辺はな、自分がその立場にならないと気づかなかったってのあるんですけど、そうですね。その、ソガワさんの話でちょっとオチ的に後日書いてあったというか、 えー、気づいたのが、ソガさん泊まった上野のホテルを取ったらしくて、うん、で、懇親会とかが終わって、あ、先ほど車椅子の方ですね。で、懇親会とかが終わって、えー、上野駅で帰ろうと思って、坂道を下った先に、よくあるんですけど、あの辺で階段が多いんですよね。ああ<ー>。で、ただ階段はあるけど、エレベーターがあるから大丈夫っていうのを確認してたらしいんですけど、うん、そのエレベーターが10時までだったっていう。ああ<ー>、<laughs> なんと <laughs> あ,ありがち、ありがち。<laughs> <laughs> で、結局、あの、管理会社電話して、もう動かすことはできないって言われちゃって、で、結局、その管理会社の方が人をよこしてくれて、で、降、うん、ろしてもらったらしいんですけど。へえ<ー>これな、どのぐらい待ったのかまで聞いてないですけど、結構待ったはずですよね。それから急に呼んでも。うん。本当ですね。 雨じゃなくてよかった。本当ですよね。なんか、んかそれ、一時的に動かすぐらいしてやれないのかなって思いましたけどね。できるはずなのに遠隔で。だって遠隔で止めれるってことは。<laughs> ああ<ー>。<laughs> 間違えたふりしてちょっと電源入れてくれないですかって。そ <laughs> 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 うなんです。<laughs> まあそういう、う最後の最後にそういうトラップがあったみたいですね。あ<ー> <laughs> あー。 いや、やっぱ車椅子の人は、そういうことは、やっぱり、あるでしょうね。大変だと思いますよ。僕なんか、僕らなんかは結構、その、えー、っと、これはもう、あの、えー、っと、同じ視覚障害でも、えー、いろいろ、その、えー、どれだけ、いろんな、えー、一人で動くことに慣れてるかとか、えー、っと、ちょっと、あと、失明のタイミングとか、いろんなことで、人それぞれ違ってきますけど、僕なんかは、念のため、誰かいた方が安心だなと思って頼んでも来なかったら、勝手に何とかしちゃうみたいなところがあるんですけど、 そういうことがなかなかできないですもんね。<laughs> 車椅子の場合は本当に、本当に必要な時に、えー、と補助、補助をお願いすることが多いと思うので。なんかね、大変です,、ね、ですよね、そうってね。なんか、ドローンみたいなのが早くできればいいですけどね。ああ<ー>、<laughs> いいですね。なんか、できそうじゃないですかそれぐらいだったら今の技術でも。うん。確かになんか、その、 そういう時だけちょっと、あの、1分ぐらい <laughs>、あの、<laughs> 軽く受ける程度の <laughs>、なんか、ね、やつとか作れそうですよね。<laughs> 電動車椅子につけてね。そうですよね。まあ、そこをもうちょっと、そこは技術でなんとかなりそうだなっていうのはありますけどね。確かに、それ本当そうですね。僕今あんまりドローンのことをそういう方向で考えたことなかったですけど、昔だともうそれはどうしようもないよねって思ってたことが、やっぱり、 どうしようもないことはなくなってきてるなっていうふうに思いますね、そういう話ってね。もともとはやっぱり街を変えるしかなかったところが、今、今や別のアプローチもあるんだなっていうのはちょっと面白いですね。そうですね、まあ、なんだろうな、その、あと目に見えない障害とかもいろいろあるんですけど、やっぱり、うん、な何かがおかしいとは感じてても、実際知るためのきっかけってだからもうちょっと作っていけると、実際そういう商品とかサービスが増えていくかもしれないですね。 そうですね。あの、やっぱり、その、自分のことにならないとなかなかわからないっていうのをおっしゃった通りで、僕自身も視覚障害のことは比較的よく知ってますけれども、それでもやっぱり、えー、例えばロービジョンの人の話とか、やっぱりわかんないんですよあ。そこ、そこまでは。で、障害が変わっちゃうとさらにわからない。ってか、少なくとも視覚のこと以上には全然わからないわけですよね。だからそういうところを知るようにし、し 努力してるつもりなんですけど、それでもなかなかやっぱりわからないことがあるわけで、そうすると、普通に暮らしてる人はなかなかそういうチャンスはないだろうし、ええー、とは思うものの、でも、そういう人もいるんだとか、そういうニーズもあるんだってことを知ってれば、ちょっと一と手間かければいいものができるじゃんとか、そういう発想にもなるんじゃないのかなっていう期待はありますよね。そうですよね。若い時には気づきませんでしたよね。 大人になったら小さい文字が見えなくなるなんて。ねえ、木さん。ノーコメントです。<laughs> ね、みんな小さい文字がかっこいいと思ってデザインしてた人たちも今や、そういうお年頃ですよ <laughs> ちょ。当事者になってみないとわからないことっていっぱいありますね。まあでも、あの、よくウェブ業界が高齢化してるって、 おっしゃいますけど、僕は帰っていいことかなと思ってますね。うん。僕もそう思ってますね。ね。なんか以前、どなたかが、えー、50代からのウェブデザイナーが、これからは活躍するのではないだろうかっていうのを、なんか前に飲み会で言ってた人がいて、ああ、なるほど、とかって思っていましたあそれはそう思いますね、僕も。うんはい。絶対そう。な,ね、なので、ウェブに限らず、グラフィックのデザイナーの方々とかも、またいろいろと変わってくるかもしれないですね。 そういう意味で僕結構ね、僕は結構楽観してますね。うん5。5年後、10年後はね、もう僕とか中根さんとかが、ああだこうだ言わなくても、みんな普通にやり始めるかなと思って。まあそんな形で、えっ、ー、と、イベントもされたということですけど、あの、参加者の反応とかどうでしたか あ、反応はすごく良かったですよ、やっぱり。あの今、僕たちがこんなことありましたよって口頭で言っただけでも発見って多分あると思うんですけど。はいはい、実際喋っていただいた方がもっといっぱいあるのであそれはそうなんですよね。さらにその後懇親会その会場でやったんですけど、まあそこでまたいろいろ具体的な話とかをしてっていうのはできましたからね、はい。うん。そうですね。やっぱり当事者に話してもらうってのはすごく大きいですよね。そうですね。今後も できれば続けていこうかなと思ってるので、今、ちょっとただテーマをどうしようかなというのはありますけどね。ただ、まず認知度を広げるためには、例えば、まあ、アクセルの方々に来ていただくと。はい。そういう、そういう手段もあるんじゃないかなはい。まあ、もちろんできること、範囲では協力はもちろんしますけれども、そういうのはね。やっぱり、いや、あのね、その当事者を巻き込むって本当に重要だなと思っていて、例えば、ウェブの話にしても、やっぱりその、 えっと、いろんな事例、画面の状態を見せながら、スクリーンショットとか見せながら説明するのも結構重要だったりするんですけれども、それが、えー、っと、まあ、ロービジョンの人のアクセスの話とかだったらもう、あの、視覚的なものだから、そういう意味で言うと、まあ、それで十分なのかもしれないけれども、とは言っても、やっぱりその、実際にロービジョンの人が使ってる様子を見せるっていうことの、インパクトの大きさってあると思うんですよね。で、 これがさらに音声でアクセスっていう話になってくると、音声出力を使ったアクセスっていう話になってくると、あの、考え方としてはこうですよとか、仕組みとしてはこうですよみたいな話をいくらしても、えっ、ー、と、実際に使ってる様子を見せるのにはなかなか及ばないっていうか、十分、そこまでやっぱり力がないっていうか、っていう感じはするので、まあ、それと同じ話で、あの、あらゆる経験談って、あの、 やっぱり当事者の口から語られるのが一番響くんだと思うんですよね。そうですね。まあ僕ももっとこう実際の話を聞きたいなとその時思ったので、繰り返しの内容になることも多いとは思うんですけど、まあ続けていければどんどんみんなそれを気にしだすと思うんですよ。で なんだろうな、ビジュフロント寄りのデザイナーの、あの、コーディングの知識だけじゃなくて、もっとビジュアルの方でもできることを、多分知ってもらえばあるはずなんで。あと、最近やですよね。ウェブの業界で比較的フロントエンド寄りのデザイナーが、こう、強いというか。はい。グラフィック系の人の立ち位置なんかちょっと弱いんじゃないってのもあるんで。<laughs> <laughs> なんかもうフロントできて当たり前だから、できる人たちが主導権持ってるみたいなイメージがあるんですよね。もっともっと、 あの、ビジュアルの方でも頑張っていただきたいっていうのもあります。なるほど。はい、じゃあ、今後のその予定というか、野望としては、えー、先日のそのイベントの、まあ、第2弾、2> ね、第3弾とかもやっていきたいっていうような感じなんですかね。 最初はそうですね。最初はもう一回やったらいいかなっていう感覚で募集してみたものの、まあ周りの反応とか、うん、自分が聞いた話を考えると、これはちょっと定期的にやった方がいいだろうって思うので、まあできれば年に2、3回ぐらい。あ、いいですね。今ちょっと、はい。今年中にもう一回できるように、まず誰か出てくれるかなとか、あとスケジュール的にどうかなっていうのを考えてるとこです。なるほど。で、はい。まずはちょっと続けて、 で、人というか仲間を増やしていく。うん,う,んうん。で、それこそ、あのー、実際その立場にいる方たちとかと一緒に話をして、まあ、本当にインクルーシブデザインって感じですよね。一緒に考えていこうって、うん、ことができればなと思ってますね。はい。まずは、えー、言葉としての認知度を上げていくっていうの目標に、ちょっとしばらく続けていこうかと思ってます。いいですね。それはもう、あのー、ぜひ、一緒にやれることは一緒にやりたいなと思いますけれどもね、本当に。はい。 ぜひお願いしたいので、はい、<laughs> じゃあ、声かけさせていただきます <laughs>。はい、ぜひぜひ。<laughs> はい。はい。えっ、ー、と、いうことで、えっ、ー、と、北村さんなんか言い忘れたこととか、宣伝し忘れたこととか、なんかありますかあ宣伝。書籍だ。そうだ<ら>そうです、ね、<ー>最近、最近出たというか、えー、今週、いや、先週か。 6月13日に出たばかりの書籍がありまして、アドビの XD という新しいアプリケーションですね。プロトタイピング用の。はい、それの、えー、世界一わかりやすいアドビ XD で、えー、UI とプロトタイピングの教科書っていう形で<ー>、はい、出させていただきました。えーまあ、ありがとうございます。すげえ、世界一わかりやすいんだ。 世界一。そうですね。まあ、ただ世界一わかりやすいシリーズなので。<あの笑> <laughs> 僕が言ってるわけじゃないんですけど、た、多分そ、まあ、そもそも XD の本がそんなに出てないんで、今のところもしかしたら世界一の可能性はありますけど。なるほど。うん、<laughs> はい。なんか、XD って、ってのはい、あのー、結構、特に海外は使われてる印象があるんですけど、日本はなんか、一部その、えー、っと、なんていうんですかね、えー、進んだ人たちが、 使ってるけど、そこまで海外ほどは普及してないのかなみたいなイメージがあるんですけど、そんなことはないですかああ、認知度としてはだいぶ上がってますね。あ,あそうですか。去年の、はい、昨年の Adobe Max、えーうん、本家の方ですね、アメリカの。あの辺でいろいろ発表があって、正式リリースですってなった後、日本でもユーザー相当増えてるのであ、そうですか,かなり右肩上がりでユーザー増えてますね、海外も日本も。なるほど。 今このタイミングで勉強始めようっていう気にしてる方も多くて。で、6月の30日かな ?CSS ナイトの方でも、ア、え、ド、ー、Adobe の XD テーマにやるんですよ。で、僕もそこを立たせていただくんですけど、それも1回やって、えー、再演版という形で今回第2回があるんですけど、両方300人近く、あのー、応募というか参加が来てるので、結構みんな気にしてるとこかなっていうのはありますね。なるほど。じゃあまあ、あのー、えー、なんていうんですかね、実践投入、 されてるかどうかともかくとしても注目度はかなり高くなってるってことなんですね。そうですね。で、それこそ UI とかを作るときにプロトタイピングって大事なので、うん、まあ今、プロトタイピングツールっていっぱいある中で、その中の選択肢の一つとして見て、まずはやってみようって人多いと思いますね。なるほど。まあちょっと XD の話、を個人的に興味があるんですけど、聞き始めるとなんか、もう一本分ぐらい作れそうなので <laughs> ちょっとこれこの辺にしときますわ。<laughs> <laughs> はい。 ということで、えー、今回はゲストにデザイナーの北村隆さんをお迎えしてお送りしました。北村さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日のポッドキャストは以上です。はい、どうもありがとうございます。また次回です。またねー。さよなら。ドンです。 <laughs> <laughs> このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。できるはずなのに遠隔で。<ー>だって遠隔で止めれるってことは。<laughs> ああ。<laughs> 間違えたふりしてちょっと電源入れてくれないですかって。そうなんですよ。まあそういう、最後の最後にそういうトラップがあったみたいですね。